おはようございます。薄木ゆかです。原市だけで47都道府県のものを集めてみた。イエーイ。どういうことかと言いますと、新潟のスーパー原市で47都道府県の商品を買えるのかどうか検証してみるという企画です。新潟で日本を感じてみようというわけですよ。ルールとしましては、これから行く原市1店舗のみで、その県で作られているなるべく名産品を買ってくるというものです。例えばジュースや飴なんかで信州ぶどう味ってあったとしても、工場が神奈川県の場合は NG です。バカウケで大阪たこ焼き味があったとしても、作っているのは新潟なので NG です。といったものです。果たして原市1店舗のみで47都道府県のものが揃うのか、そしていくらかかるのか検証していきたいと思います。それでは行ってきます。はい、ということで原市に到着しましたので、買い物に行ってきます。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。買ってきました。それでは早速紹介していきたいと思います。ではまず北海道から。北海道はこちら。花畑牧場のカマンベールチーズです。その他にも北海道はチーズだったり、あと小豆だったり、結構お野菜なんかも北海道産がありました。はい、続いては青森県にんにくです。はい、岩手県は岩泉ヨーグルトです。岩泉ヨーグルトは2016年の台風10号の被災を乗り越えて復活したヨーグルトです。こんな大きいので売られてるんですよ。1000g だ。1リットルヨーグルトです。宮城県塩辛です。三陸気仙沼産です。秋田県は稲庭、あ、違う、これ讃岐だ。讃岐、讃岐、違う。はい。秋田県は稲庭うどんです。山形県はポリッピー、電録豆の商品です。ポリッピーって、それポリンキーだ。豆は電録の CM でおなじみのポリッピーですね。ポリッピー。はい。福島県ママドール、メーカーですよね。なんかフェアみたいなのやっていて、ママドールがいっぱい並んでました。ラッキー。お店の限定品でチョコ味があるんですけど、好きです。茨城県は納豆です。おかめ納豆です。栃木県はかんぴょうです。もう栃木といったらやっぱかんぴょうですよね。はい。群馬県といえばこんにゃくです。ちゃんと原市のアクシアルブランドがついたこんにゃくです。続いて埼玉県アポロチョコ。なんでって思いました？工場がね、埼玉なんですよ。まあ他にもね、埼玉だったら草加せんべいだとか、あと深谷ネギとか想像つくかもしれないんですけれども、すいません、見つけられませんでした。許してアポロで。千葉県落花生です。東京は佐久間ドロップスです。私このドロップスの中に入っている薄い透明、半透明の色の、ちょっと紫がかったような色のあのドロップが好きなんですよ。後で食べよ。神奈川県はバンピンです。横浜中華街の、中華菓子ですね。横浜のものだと他にシューマイなんかも販売されてました。はいはい。あのさ、これから歯医者行くんだけどさ。はい、富山県木目羊羹です。すいません、私知らなかったんですけど、原新の、和菓子コーナー行きましたら、これがずらっと並んでまして、富山銘菓ですっていう風にダダーンってなってたので買ってきました。木目羊羹。石川県鶏野菜味噌。近年話題の鍋の素ですよね。原新でもここ 2,3 年でよく見かけるようになりました。味もね何種類かあるみたいなんですけれども、今回こちら買ってきました。寒いですからね、お鍋にしていただきます。福井県のひじきご飯です。ごめんなさい、福井県も頑張って探したんですけど、なかなか見つからなくて、ようやく見つけたのがこのふりかけでした。北前船の川本という会社が製造されていて、これが福井県なんですよね。ご飯におにぎりにお弁当にと書いてありますね。はい、ひじきご飯。山梨県ワインです、ワイナリーがたくさんある山梨県ならではですよね。これはラベル見て初めて気づきました。キッコーマンのワインです。長野県栗羊羹です、全国銘菓コーナーにありました、長野県これ以外にも、お蕎麦だったり寒天だったり様々なところに商品ありましたよ。岐阜県いりごま。岐阜県にはごまの里というところがあるらしいです。静岡県緑茶。こちらもアクシアルブランドです。愛知県八丁味噌。もつ煮込みを使う時なんかはこの赤味噌がないとコクが加わらないので欠かせないアイテムですね。三重県松阪牛ビーフカレー。製造元の伊藤牧場さんが三重県津市にあるそうです。高級感が違いますよね。キラッキラしてます滋賀県比叡山湯葉。これね、比叡山っていう文字が見えたので、あ、滋賀県だと思って買ってきたんですけど、どうやって食べたらいいのかな。後ろ見たらお味噌汁、お鍋、すき焼き、春巻きなどにって書いてあります。京都八つ橋。これも全国銘菓コーナーにありました。大阪炭酸カルルス。この素朴なお菓子、大阪で作られてるんです。というか大阪の会社のお菓子めちゃくちゃたくさんあったんですけど、その中ですごく素朴で雰囲気が良かったのでこちら選んできました。兵庫県そうめんやっぱりイボの糸。奈良県柿の葉寿司。たまたま入り口で駅弁のペアをやっていまして、ゲットすることができました。和歌山県有田みかん。こうやって剥くのが農家さん向きなんですよね。ジューシーで美味しい。鳥取県カニ味噌。結構ねちょっとしか入ってないんですけど、この高級感ですよ。島根県もなか海藻スープ。パッケージに島根県産天然わかめとのどぐろだし塩とあります。このままこうお湯をかけるタイプのスープですね。広島県オタフクの紅生姜。紅生姜セレクトしたんですけれども、オタフク商品は売り場にかなりありました。ソースだったり天かすだったり、青のりもあったかな。はい、オタフク広島さんです。山口県甘露。会社は東京なんですけれども、製造が山口らしいんです。はい、香川県さぬきうどん。半生タイプですね。愛媛県かつお節。メーカー元のヤマキが愛媛県にあるんですよね。高知県馬路村のゆずポン酢。馬路村はゆずの名産地です。そのゆずを使ったポン酢です。美味しいんですよね。福岡県丸鯛ラーメン。初めて買ったのでどんな味なのか楽しみです。あと福岡だと金福の明太子なんかは結構並んでましたね。長崎県カステラ。熊本県ミニトマト。もうほんとくまモンのほっぺたみたいですよね。大分県どんこ。宮崎県産ピーマン。鹿児島県サラダチキン。プリマハムの工場、鹿児島にあるんですね。沖縄県沖縄のアラジオ。新潟さんはルレクチェです。正直新潟のものたくさんありました。お野菜もそうですし、お肉もお魚もありますし、お米だったり、ブルボンのお菓子だったり、岩塚製菓、亀田製菓、越後製菓みたいなたくさんあったんですけれども、やっぱりこの時期は、ルレクチェのシーズンということで、皆さんに知っていただきたい気持ちも込めて新潟県はルレクチェを選択しました。いい匂い。はい、ということでお気づきかと思いますが、岡山県、徳島県、佐賀県見つかりませんでした。文字だけは見かけたんですよ。徳島産のすだちを使用したとか、あと岡山産の桃を使ったというような。でも製造されている場所がその土地ではなくて別のところだったりしたので、今回は、断念しました。なので3件達成ならずなので、ここに集まってるのは、44都道府県の商品ということになります。悔しい。ただこの3つに関しては私が探しきれなかったっていう可能性も高いので、いやほんと悔しいですね。だって多分シーズンというか時期によっては並ぶと思うんですよ。お野菜だったりお魚だったりしたところにはね。お野菜で言うと、宮崎県産ピーマンはちょっと反則だったかもしれないですよね。本当はな、宮崎県産マンゴーがあったら一番良かったんですけどね。でも、これだけ、新潟のスーパー原信で44都道府県集めることができました。気になる購入金額なんですが、はい、レシートこちらです。合計金額 13,535 円でした。日本一周気分をこれらの商品で味わいたいなと思います。気になる商品ありましたら皆さんも買ってみてください。そしてスーパーで見かけた47都道府県こんなものがあったよというのがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。以上、臼杵ゆかでした。